ども皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するテントはこちら、ででん、バンドックのソレオティピーテント、ワンポールテントの紹介です。このテント登場してからずっとAmazon のランキングにランクインしてるんですけれども、なんでこんな売れてるのかなと思って気になったんで買ってみました。その結果、ある一つのことが分かりました。これ撮影してる時点で1万700円なんですけれども、テントとしては比較的安いテントなんですけれども、安いにもかかわらず必要最低限の機能が備わっている。そして作りがチャチではない、さらに変な特徴があるわけではないので、初心者に向いているテントなんだなということが分かりました。これからこのテントがなぜ初心者に向いているのかを詳しく説明していくんですけれども、動画の後半に他の同じような価格帯のティピーテントと比べてなぜこっちの方がいいのかっていうことも説明しているんで、迷っている方、そしてティピーテント初心者の方はぜひ最後までご覧ください。ということで、このテントの特徴をさらっと紹介します。このテントの特徴は1つ、約1万円で買えるにもかかわらず防水加工は完璧で、フライシートにもインナーテントにも検品がされており、品質は悪くありません。品質については動画の最後に詳しく説明しています。このテントを使って一晩中雨の中キャンプをしてきましたが、雨漏りすることなく快適に朝を迎えることができました。防水性能に関しては言うことなしでした。また海辺で風速6メートルの環境下でしたが、テントが倒れることもありませんでした。2つ、収納時の大きさは横42センチ、直径19センチでめちゃくちゃ小さく、重量も 2.2 キログラムと軽いテントです。3つ、雨が降っていても全室で調理できるぐらいのスペースがあります。4つ、約1万円という価格にもかかわらず必要最低限の機能がついています。5つ、インナーテントは取り外すことができるので、タープのようなスタイルで使うことも可能です。このテントのウィークポイントは1つ、スカートが付いていないので真冬に使うのは辛いかもしれません。2つ、アルミペグやロープがチャチー最低限のものが付属しています。3つ、入り口が正面に1つしかありません。早速袋から出して詳しく見ていきましょう。袋から出すとこんな感じです。テントの圧縮に使用されているのはバックルなどではなくただの紐なので、収納時は少し面倒だと思います。付属品はメインのジュラルミン製のポールが1本と、アルミペグが12本、ロープが4本あらかじめテントに取り付けられています。ポールの直径は約 1.5 センチ、ペグの長さは約 20 センチ、重さ 264g、 1本の重さは 17g、 12本で 205g、 テント本体のみで 1730g でした。メインのポールを見た時、細すぎて大丈夫かなと思いましたが、ある程度の柔軟性もあり、このくらい小さなテントであれば十分だと思いました。早速組み立てていきます。このテントの一番の特徴は設営が簡単だということです。組み立て方は、1、テントを広げて正方形になるように四隅にペグダウンをします。この時あまりピンと張りすぎないようにしましょう。2、ポールを組み立てます。3、ドアを開けて中からポールを立てテントを立てます。4、残りのペグダウンできる場所にペグを打ちます。これで完成です。僕が急いで組み立てると2分かからない程度で組み立てすることができました。初心者の方でも迷わずに5分程度で組み立てできると思います。ロープがついているので状況に合わせてロープを張ってください。ペグダウンできる場所は赤い丸の8箇所、ロープを取り付けれる場所は青い丸の4箇所です。早速バンドックのワンポールテントの外見を詳しく見ていきましょう。テントの上部に通気口があります。中に硬い板が入っており、マジックテープで固定すると通気口になります。扉は正面に1箇所のみです。開けた扉はくるくる巻きにして横に固定することができます。片方だけ開けるとこんな感じ、両方開けるとこんな感じになります。早速中を見てみましょう。中はかなりシンプルな構造で余計なものは何もありません。インナーテントを開けてみましょう。インナーテントはメッシュでできています。扉を開けて横にくるくる巻きで固定することができます。早速インナーテントの中を見てみましょう。室内は大人1人が寝れるだけのスペースしかありません。余計なものはなくシンプルな室内です。天井には1つランタンフックがついています。このテントはインナーテントをつけたり外したりできるので、タープのような使い方で使用できるテントです。実際にインナーテントを取り外してみます。フライシートとフックで繋がれているだけなので簡単に取り外しが可能です。インナーテントを取り付けた状態で僕が実際に寝てみるとこんな感じです。コットを使うとこのようになります。今回使用しているコットはネイチャーハイクのコットです。
このことについては別に一本の動画にしているので、気になる方はそちらをご覧ください。角度の大きさは100cm、215cm、130cm、230cm、260cm、140cm、90cm です。スペック上の耐水圧は屋根が 3000mm、 床が 5000mm となっています。インナーテントの床やフライシートの縫い目には全て防水の CM テープ加工が施されており、防水性は高そうです。このテントは寝室の前に全室がついているので、雨が降っていてもこのように室内で座りながら調理できるぐらいのスペースがあります。インナーテントの内部にはランタンフックがありますが、全室の天井にはランタンをかけるフックがないので、ファスナーなどにかけて使用するか、ランタンハンガーを使用する必要があります。最近のテントはポリコットンという燃えにくい素材のものが流行っていますが、このテントはポリエステル製なので焚き火などの火の粉が当たると一瞬で溶けてしまいます。その代わり軽くてメンテナンスも簡単なので、初心者におすすめのテントです。実際のキャンプ道具はテントと組み合わせるとこのようになります。参考にしてみてください。こういったことでいかがだったでしょうか。バンドックのソロ用 TP テントの紹介でした。ということで、フリートークの時間なんですけども、いかがだったでしょうか。僕ですね、以前、フィールドアーというメーカーさんの、ワンポールテント、まあ、最近ここ2、3ヶ月前に発売されたテントを買ったんですけども、価格が8000円、9000円ぐらいだったかな。これよりもう一回り、まあ、結構大きな、ワンポールテントなんですけれども、ワンポールじゃないな、あれは。二股かな、なんか、まあ、ちょっと貼っとくんですけども、を買いました。そのテント8000円9000円1万 いってないんですけれども、もう品質がやばかったんですよ。なんかうんこみたいなのもついてるし、テントは最初から破れてるし、その破れてるって言っても1箇所じゃなくて3箇所ぐらい破れてたんですよ。やし、このインナーテントあるじゃないですか、僕たちが寝るテントの四隅ってあるじゃないですか。四隅って必ず、こう何曲げなきゃいけないんで縫い目があるんですよ、角に。でその角に、テープが貼られてないんですよ、防水の。この TP テントは今お見せしている通り、角、インナーテントの角に、テープが貼られています。このテープがあるおかげで、外側から水がかかっても、この縫い目から水が入ってこないようになっているんですけども、フィールドアのその、テントには、そのシールが貼ってないんですよ。なんで、なんやろ、ただこっから普通に水が入ってくるんですよ、このテントの角から。で後日フィールドワーから連絡したんですけど、 CM テープがないのは仕様ですって言われて、なんだそれと思って品質は最悪だったんですよね。でそういった気持ちのまま、まあ、このバンドックのテント買ってみたんですけど、まあ、このねテントもどうせ1万円ぐらいやし、まあ、チャチいんやろうなと思ったんですけど、いい意味で期待を裏切られたっていう感じです。もちろんこの付属しているロープがチャチーとかペグがチャチーとかそういったことはあるんですけれども、作りがチャチではないっていうのは、ここでちょっと強調しておきたいなと思います。もちろん、インナーテントの四隅も、CM テープ加工が施されていましたし、もちろんこの中身全部も、縫い目、たくさん縫い目がありますね、テントって。雨の日ってそういった縫い目から、水が入ってくることが多いんですけど、その縫い目にもしっかり内側からテープが貼られていて、まあ、1万円ですよ、たったの、まあ、1万700円かなんですけど、1万700円でこんなにこうちゃんとしっかりされているテントで、しかもインナーテントまでついてるテントって他ないんじゃないかなと思って、まああるのはあるかもしれんけど、フィールドアみたいなねチャチーものしかないのかなとか思ったり、うん、なるほどね、だから植えてるんやと思いました。まあ、本当初心者に向けたテントだと思いました。ただこれは、まあ、僕なりの個人的な意見、本当に個人的な意見ですけど、まあ、思ったよりちっちゃかったっていうのはあります。だいたいテントって1人から2人用とか書いてるじゃないですか。でこれもまあソロ用とは書いてるんですけど、ガチなソロ用です人間2人が寝ることは無理っすね、これは。うん、本当にガチなソロ用なんで、2人で使う予定がある方はダメですね。本当にソロ用のテントの大きさだと思います。ということですね、今回はバンドックのソロ用 TP テントの紹介でした。こんな感じで Amazon のランキングにランクインしてるテントをこれからも紹介していく予定なので、気になってる商品とかあったら、こんなテント紹介してくださいみたいなコメントがあると参考にさせていただきます。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。